こんばんは。それでは、今日は言葉にできない世界ということについて、お話をさせていただこうと思います。先日子どもに今日の学校は楽しかったかというふうに聞きましたら、微妙というふうに答えたんですね。この微妙という言葉の中にはですね、いまいちパッとしないと、そんな使い方がされているのではないかなというふうに思うんですけども、そういったこの微妙の使い方を聞くとですね、私としてはそうではないんだよなと、分かってないなというふうに思ってしまうんですね。というのもこの微妙という言葉はですね、もともとは仏教用語から来ておりまして、実は読み方も違うんですね。微妙とは読まずに微妙と読みます。で、微妙というのはじゃあどういう意味なのかというと、これは仏様の知恵、またその悟りの境地というものがとても深く、深遠な様ですね、言葉にできないくらいこう深い、そういったことを表すのがこの微妙という言葉なんですね。ですから簡単に言ってしまえば、もう言葉にできないくらい素晴らしいというのがこの微妙という意味でありまして、ですから、これから皆さんはですね、こう微妙というふうな、間違った使い方をせずにですね、何かこう美味しいものを食べた時に、微妙というふうにですね、最高だというふうな感じでですね、この微妙というのを使っていただければというふうに思うわけですけども、そのことによって皆様が変な人だと思われても、それはですね、私は知りませんと、責任は持てませんけれども、とにかくこの微妙という言葉、仏教用語だということをちょっと頭に入れておいてください。で、その上でですね、この微妙という言葉の中で、大切な部分というのはどこかというと、この言葉にできないというところなんですね。どうやっても言葉では表現しできないというところにとても深みがあるわけでありまして、そこにこそこの微妙という言葉の核心があるというふうに言えるわけであります。この世には言葉では説明できない世界があるということなんですけれども、例えば色というものがあります。世の中にはですね、この生まれつき色を見ることができない、そういう人たちもいらっしゃいます。で、そういう人にですね、例えば赤という色を説明しようとした時に、どうするか、おそらくですね、赤いもの、自分の身の回りにある赤いもの、リンゴの色ですよとか、もしくはこの血の色ですよとかですね、いろんなこう赤いものを想像してそれを伝えようとすると思うんですけれども、しかしもともとその赤という色を一度も見たことない、または見ることのできない人に対して、どれだけそれを説明してもですね、赤という色は全く伝わらないわけですね。ですから言葉にできない、どうしようも説明のしようがない、そういったものがこの世には存在するということであります。ですから、仏様の知恵というものも、またその悟りの境地というものも言葉で説明することができないというのは、この私たちがまた煩悩というものにまみれてしまっているので、その仏の世界というものを見えないですし、それを私たちの言葉というもので説明しようと思ってもどうしようもないというわけであります。ですから仏様というのも、釈尊ですね、釈尊においてもその言葉では説明できないということに関する一つのエピソードがございます。お釈迦様がこの菩提樹の木の下でですね、こう瞑想して悟りを開かれたわけでありますけれども、その後ですね、どうされたかというと、実はお釈迦様はその自分が悟ったこの悟りの世界ですね、というものを人に伝えようとはされなかったんですね。なぜかというと、それはもう言葉では説明できない世界なので、それはもうどうやっても人々に説明しようとしてもできない、だからもうそれは諦めてですね、自分一人この悟りの世界の中で生きていこうというふうに考えられたんですね。しかし梵天、インドの神様ですけども、梵天が釈尊に対して、どうか人々にその素晴らしい教えを説いてくださいというふうにお願いしたので、釈尊は考えを改めてですね、では人々に教えを説いてみようとい
ということで、まずはその最初にですね、自分の修行仲間であった5人の修行者にその教えを説いていったんですね。まあ、その結果、その5人は釈尊の説法という最初の説法というものを聞いて悟りを得ることができたというふうに言われております。でこの、まあ、初天法輪と言われる最初のですね、お釈迦様の説法というエピソードでありますけれども、このエピソードの中には興味深い点が2つあるんですね。でまず1つは、お釈迦様が言葉で説明できないというふうに思われたけれども、しかしそこであえて言葉で説明したと。お釈迦様はそれができないものなんだ、悟りの世界というものができない、言葉で説明できないと分かっていながらあえて言葉で伝えようとされた。まあ、何度も何度もいろんな例え話をしたり言い換えたりしてですね、それを伝えようとされた。それはどこから来ているのかというと、これはもう、お釈迦様の慈悲心ですね、人々を悟りの世界に導こうという慈悲心からそれを行われたわけでありまして、まあ、そういった意味で言うと、そのお釈迦様の言葉、仏様の言葉というものはもう慈悲心の表れであり、もう慈悲心そのものであるというふうに言えるわけであります。ですから、まあ、私たちがこう読んでいるお経というのはもちろん仏様の言葉であるわけでありますけれども、そのお経というものはもう慈悲心、仏様の慈悲でできているというわけであります。まあ、私たちはですね、お経の一文字一文字がもう仏様なんですよと、だからお経というものを大切にしましょうというふうにですね、言うんですけども、まあ、それは本当のことであってですね、そういう表現がされるのではないかな、まあ、このように思います。それから先ほどの初天法輪のエピソードの中でもう一つ興味深い点がありまして、それは何かというとですね、お釈迦様が言葉で説明することができない世界を説法された。でしかしですね、それを聞いた5人はちゃんと悟りを得ることができたと。なぜ説明できないものを聞いて悟りを得ることができたのかというと、これはその5人がすでに修行を積み重ねていたから、まあ最終的に分かれてしまっていたんですけれども、それまではずっとですね、お釈迦様と一緒に修行されていたという、その積み重ねがあったからこそ、最後にお釈迦様の言葉を聞いて悟りを得ることができた。ですからこの言葉にできないものを伝えてもらう、または自分の中でこう監督するんですかね、体感していく、また自分のものとしていくという中では、言葉を聞くだけではなくて、その体験ですね、自分の中で積み重ねられた体験というものがあって初めてそれを得ることができるというふうに言えるのではないかなと、このように思います。ところで日蓮大聖人は一生成仏生というお手紙の中で、私たちの迷いの心というものは曇った鏡のようなものであると。でその曇った鏡のような心をですね、磨いていけば必ずですね、それは悟りの、まあ、美しい妙境となる、まあ、鏡となるんだというふうに教えられております。だからこそ私たちは日夜朝母に、朝に夕に、その南妙法蓮華経というお題目を唱えて、心の鏡というものを磨いていかなければいけないんだ、このように教えられておるわけであります。この私たちが唱えております南妙法蓮華経というお題目、これはですね、ある意味仏様が説かれた全ての教えというものをこうぎゅっと集めてですね、で絞り出したような、そのもうエッセンスですね、その南妙法蓮華経という言葉の中に仏様の教えというものが全て詰まっている、そういうものであるというふうに言えると思います。ですからその仏様の慈悲、そしてその教えのエッセンスというものを自分の口から出す、唱えるということは、自分の中にその南妙法蓮華経があるんだということを感じながら、体感しながら、まあ、お題目を唱えているというふうにも言えるわけでありまして、その自分の中に仏様の知恵、また悟りの世界というものがあるんだということを日々感じながらですね、その積み重ねがあってですね、
私たちは最終的に悟りの境地というものを体感できるようになるのではないかなというふうにも思う次第であります。ということで今日は言葉にできない世界ということで、悟りの世界、また仏様の知恵というものは言葉では表現できない、言葉にできない世界であるということですね。そしてその仏様の言葉というものは私たちに仏様が授けてくださった慈悲心そのものであるというようなお話をさせていただいた次第であります。最後までご清聴いただきまして誠にありがとうございました。こんにちは、副住職です。今日も動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。すでにご覧いただいている方も多いと思いますが、先月アップした動画から今月の動画までの間にショート動画というものをいくつか上げております。これは新しい動画を撮っているわけではなくて、元の本編の動画から要点を1分以内で切り出してアップしているという形になります。なぜこういうことをしているかというと、十何分という動画ですね、今これを聞いてくださっている方は、最後までですね、いつも聞いて、動画を見てくださっているのではないかと思いますけれども、実はそういう方というのは全体の3割、動画によっては3割以下になります。ですから、多くの方というのは動画の途中で退出されてしまっているわけなんですね。ということで、動画の中盤から後半に私が喋っていることというのは、実際の再生回数ほどは見られていないということになっております。そんなこともありまして、要点をですね、切り出して、改めて短い動画として上げることによって、より多くの人に、私の言いたいことが伝わればいいなというふうな思いから、ショート動画というものを上げております。もう一つはどうしてもこの動画を上げるのが月に1本ですね、撮影して動画編集してというのが、どうしても月に1本しかできませんので、その間を持たせるというふうな、意味もあるんですけれども、いずれにせよ、一石二鳥というんでしょうか、ショート動画を上げることによって、より多くの人にも、話が届くし、またいつも見てくださっている方にとってもですね、次の動画が上がるまでの、楽しみではないんですけれども、なんとかこう見ていただけるものができるということでいいのではないかと思っております。ということで、ショート動画今回からですね、毎月、毎週ですかね、上げていこうというふうに思っております。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。さようなら。